カニカマ、ま。カニカマ、ま。カニカマのとは、カニカマボコ、カニカマボコの略で、風味、食感、形、色などをカニの実に似せて作られたカマボコである。英語名としては、などがある。日本語では表記上の都合で、カニカマとカタカナで記されることも多い。カニ、ボコ、カニホコという別名も見られる。インターネット上にハカニボカニボ カニ棒という別名も散見されるが、これは本物のカニ棒、カニ足の流通名の一つと区別できず問題がある。1970年代前半の日本で開発され、比較的早期から欧米諸国にも普及している。この種の製品の名称はジャス法の品質表示基準によれば、風味かまぼこ、または風味かまぼこ、カニ、風味と記載することができるが、 実際には、カニ肉は入っておらず、海外ですり身に加工し、冷凍すり身として輸入されたスケトウダラを主原料とする場合が多い。冷凍すり身を急速に解凍し、もう一度冷凍すると、カニの足と同じような繊維ができる。すり身に含まれた水分が一定の方向に向かって流れるようにすると、よりカニに似る。災害層の赤色は、 食品添加物の食用色素である、天然着色料のモナスカス色素、紅麹色素、コチニール色素、トマト色素などで、カニの香りと味は、同じく食品添加物の香料、フレーバーとカニ抽出物、カニ、エキスで付けられている。食品スーパーや回転寿司店などで見かける大量、生産型のカニ風味かまぼこは、切れ目を入れたシート状のかまぼこを、 ロール状に巻くことで製造しているものが多い。また、近年は消費者の本物志向や高級志向もあるため、本物のカニ肉が使用されたカニカマも少数ながら見受けられる。カニカマの発明についてはいくつかの説がある。石川県七尾市の水産加工メーカーである杉尾は、1972年、昭和47年に着色、着工した釜ぼこを細く裁断した商品である。 チンミカマボコ、カニ、足を発売したのが最初と主張している。杉尾の三代目、社長、杉野義人が、昆布から取れるアルギン酸で人工クラゲを作ろうとしていたところ、その失敗作がカニの食感に似ていることに気づき、人工カニ肉の製作を思いつく、アルギン酸ナトリウムの溶液は、カルシウム溶液に入れると凝固する性質があり、人造いくらも、 同じ製法で作られている。試行錯誤の末、チンミカマボコ、カニ、足を開発し発売したものの、インチキじゃないか。などと杉野に苦情が寄せられた。しかし、杉野は、この消費者の声を逆手に取り、カニのようでカニでないとのキャッチコピーで、あくまでもアイデア商品として全国に広告宣伝活動と販売を行った。このカニカマ誕生の話は、2007年。 平成19年日本テレビ系列のテレビ番組、未来創造堂の中でも紹介された。ちなみに、チンミカマボコ、カニアシは、取り出されたカニの実のようなカマボコが、プラスチックパックの中に入れられていた。現在の広島県広島市西区の漁師町である、草津のカマボコ屋を発祥とする大崎水産が、カニカマの元祖とする文献もある。 大崎水産文字社がカニカマの元祖としている。大崎水産の創業者、大崎新一から家業を継いだ息子の大崎勝一は、珍味釜カマを数多く開発したが、その一つにカニ肉を詰めたキュウリをノズルから出した魚肉で巻く、カニ、キュウリという製品があ。このカニキュウリの製造工程で魚肉にカニの汁が混ざり、これがカニに。 そっくりの味菓子、これを蕎麦状にして、それを束ねて締め付ければ、蟹足肉のように、筋目のついたものができるのではないかと考案。1974年、昭和49年に商品化し、棒状の蟹風味蒲カ蟹スチックを発売した。これが、今日最も一般的な形状である、蟹マである。2013年、平成25年に、 大崎誠一は農林水産省講演日本食料新聞社主催の食品産業功労賞をカニカマ発明普及貢献予食海外開拓の貢献者として受賞している。カニスチックを発売直後に厚生取引委員会からカニがほとんど入っていないのにカニを名乗るのはまかりならん。カニの絵もダメとお叱りを受けフィッシュスチックという商品名に変更した。 発売と同時に、魚肉製品の製造方法及び同装置という特許出願をしている。最初は手作業であったが、各人の手の強弱も違うので製品が不揃いだった。そこで機械の開発を進めたが、なかなかうまくいかず。蕎麦状の魚肉を自動的に結束する機械の完成は1976年、昭和51年だった。他社のフレーク状のカニ肉もどきは、 この頃から売れ始めたが、大崎水産のフィッシュスチックは売り上げが伸び、1976年の売り上げは5億円だった。しかし1978年、昭和53年から売り上げが異常に伸び、この年が売り上げ10億円。1982年、昭和58年の売り上げは40億円に達した。それにつれて、同業他社も、 このスチック状のカニ風味かまぼこ製品にはっと飛びつき、1983年、昭和58年には50社を超える業者がカニカマを生産するようになった。カニカマはかまぼこメーカーにとっても急世主的な商品だった。1981年、昭和56年9月に、先の大崎水産の出願が特許広報で広告され、 特許が下りる見通しが強まってから、業界内が肉尺し始め、業者や機械メーカーから数件の異議申し立てが、特許庁に出され、特許が下りなかった。かまぼこ業界の集まりである全国、かまぼこ水産加工協同組合連合会、通称、全かまは、1982年、昭和57年6月に、蟹足かまぼこ特許問題協議会を発足させ、 大崎水産と交渉を重ねた。大崎水産をはじめ、多くの業者が早くから海外市場にもカニカマの売り込みを図り、1983年、昭和58年の海外輸出は1万5000トン以上を記録した。カニ足カマボコ特許問題協議会は、カマボコが大量に輸出されたなんて、ジンム以来の快挙なんです。外国でもカマボコに馴染みができたのは、 今後の業界にとっても大きな財産です。元を作った大崎さんの功績を称えるのは当然ですと話した。水産業界の中でも気を吐いたのは、最大手の太陽漁業、元マルハニチロで、同社は1973年、昭和48年に、アンゴラ沖で大量に採れた小型のズワイガニに、スケトウダラのすり身を混ぜ、80%カニ肉で、 製造し発売したカニ棒がカニカマの先祖と主張している。太陽漁業は1977年昭和52年からスケトウダラ100%のカニカマを生産し、アメリカで売り込みを図ったが、かんばしくなく、その後1979年昭和54年にアラスカのタラバガニが壊滅状態になり、アメリカの国内景気の悪化で、 本物のカニが口に入りにくくなって売れ始めた。加えて、アメリカ西海岸に寿司屋が林立するほどの日本食ブームになって1981年、昭和56年6月頃から爆発的に売れ始め、その後ヨーロッパでも売れ始めた。大崎水産からカニカマの機械製造を許可された山口県宇部市の食品機械メーカーである柳屋が1979年、 昭和54年にカニ風味かまぼこ製造機を開発し、機械による大量生産が可能となった。1982年には海外への販売も開始し、工述する世界的な普及のきっかけとなった。2011年現在では、同社のカニ風味かまぼこ製造機械は世界シェアの70%を占め。カニカマは世界各地で安値で食べられる。 サラダなどのトッピングとして広がり、水産加工メーカーとしてはいち早く、ヨーロッパ、アメリカ合衆国に進出を果たした、気分食品のマリーンを足掛けに、日本から多く輸出された。しかし、EU、アメリカの水産食品製造施設へのハサップ導入により、対応できる日本の企業が限定されること、現地生産の増加、BSE 等の影響で、 輸入冷凍スリミが高騰したことなどから輸出は減少傾向となり、現在海外では韓国製のものが多く流通している。EU、アメリカでは肉より魚を好む傾向が強くなり、日本食ブームが追い風となって世界の消費量は拡大している。カニカマを指すスリミという単語も定着している。フランスではこのスリミと野菜類を普通のフランスパン。 バゲットよりも柔らかい食感のスウェードは、スウェーデン風パンで挟んだものを、スウェーデン風サンドウィッチと称して、街のパヤなどで広く売られている。また、アメリカには、ガニという商品名のカニカマも存在しており、寿司バーなどではカニを意味する、クラブに対して、ガニといえば、カニカマのことを指すという、誤った方が定着している地域もある。中国では日本から、技術導入した工場が、 現地製造している。人造カ蟹柳連座教え流レンズを仕入りなどと呼ばれるが、鍋料理など各種の中華料理に加工されて普及しており、カニ流と書かれた料理を注文する際には、本物のカニ肉を使ったものか確認が必要である。また、本物のカニが安価に手に入るタイやフィリピンでも代用品としてではなくカニカマ自体が人気食品となり、 鍋や天ぷらの具として一般化している。1990年代初頭の中国のホテル等では、ジンの香りのするマヨネーズとあえて珍しい一品として食べられた。タイでは、カニカマは、寿司の具、刺身の一種としても認識され、タイ資本の日本料理店では、刺身盛りの中にも登場し、寿司の具でも定番人気となっている。もちろん本物のカニでないことは、タイ人も知っているが、 ごく普通にシーフードの一種として扱われ、スーパーマーケットでも必ず魚売り場に置かれている。アイスボックスを使ったカニカマボックスを設置する店も多く、国民食として定着している。2015年1月時点で日本での消費量は年間5万トン。世界では50万トン消費されている。一番消費量が多いのがヨーロッパ地域で1位、フランス。 2位、スペインである。ズワイテントは、カニ、釜の派生商品で、テレビ東京、和風総本家、日本の縁日屋台2017夏2017年、平成29年8月3日放送会によれば、平成時代末期の日本の縁日などの屋台で、売られるようになり、次第に販売地域を広げている、人気商品である。カニの実を混ぜた魚のすり身。 かまぼこを大ぶりなつワイガニのカニ足の身に似せた形にせえて、串に刺し、表面だけに紅麹を塗り、販売直前に、摂氏170度の調理油で1分ほど素揚げした後、バーナーで焼き目をつけたもの。カニのすり身がたっぷりと入っていて、贅沢な味わいが売りで、そのままカニの風味を楽しむ食べ方と、カニ味噌を乗せて食べる方法がある。2017年。 平成29年夏の時点で、関東地方を中心に、全国17都道府県で売られている。特によく知られているものとして、築地場外市場の常設店がある。類似の商品として、エビカマとホタテ風味カマボコ、小ホタテ風味カマボコがあるが、風味付けをした商品も本物のすり身を使っている。商品も同じ名称を使っていて、名前のみでの区別は、 不可能である。それでも、基本的には、エビカマは、カニカマ同様、カマボコ、魚のすり身に、エビの風味をつけたもの、ホタテ風味カマボコは、カマボコ、魚のすり身に焼きホタテ、焼いたホタテ貝の風味をつけたものである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。